どうも、斉藤ファクトリーの斉藤です。今回は、前回 MRS1 年間の維持費っていうお話をしましたが、今回は MRS の消耗品ですね、車検に関係なく維持費に、ちょっとは含まれているんですけども、別でかかってきそうなお金っていうものを紹介していきたいと思います。動画的には5分ぐらいで話したいんですけど、実はこれテイク8ぐらいなんで、こっちの動画はもうできてるんで、今逆にこっちが後撮りになってます。そんな裏話です。それなんで頑張ってるんで、なんとなく、こっちの方はそんなに大した話しないんで、さらっと聞いていただければなと思うんで、5分ぐらいにまとめます。よろしくお願いします。ではパック行ってみます。ブレーキローターですね。ブレーキローター前後9000円ぐらい、これは純正相当ぐらいのもので9000円ですね。オークション等で見ていただくとそれぐらいの金額で出ています。スリットローターとかドリルローターとか入れたい方は入れてもいいと思うんですけども、金額の割に効果があまり出ないと思うので、私はローターは純正でいいのではないかなと思います。あまりこう勝ち込んだブレーキとか入れてもそんなに街乗りで使うことないんで、あとブレーキをよくしすぎても普段履いてるタイヤがポンコツだったらブレーキ止まんのにタイヤ止まんねえよってなるんで、結局止まらないです。それなんで大体純正相当のものを入れとけばいいと思います。次ですね、ブレーキパッド、ブレーキパッドも純正相当のもの前後で8点ぐらい出てます。これも強化品入れてもいいかなと思う人も いるかと思いますけども、 MRS 実際もんでそんなブレーキが効かないっていうことはあまりないんで、ブレーキが効かない効かない、サイドブレーキはよく効かないってよく言われますけど、あれは諦めてください。でパッド、普通のこちらの話をするとブレーキがほとんど効かないとかっていうところは、フルードに、エアが噛んでるか、ブレーキのパッド自体がもうやっぱへたってきてるとか、そんなに効かないってことがないんで、ちょっと車重を削っていただくか、タッチをちょっと変えられるようにどっかメンテナンスを見てもらうかして、異常がなければ別にそれでいいと思います。効かなく効かないでしたら強化入れればいいんで、そんな感じだと思います。でブレーキフルードですね、これは定期的に交換された方がいいと思います。やっぱ油種類は大事です。車ブレーキもめちゃくちゃ大事ですけど、ブレーキの油種類なんて特に大事ですね。これもう止まらなかったらやばいですね。暴走車両になっちゃうんで、エンジンがかからない、進まないとかっていうのは、ほとんど死亡事故にはならない。ブレーキが止まらないっていうのは絶対に危ないんで、ブレーキ関係はしっかりやった方がいいと思います。フルード特にエア紙とか奥まで踏まないと効かないとか、そういうのはしっかり見てもらった方がいいと思います。ブレーキ特に大事です。それなんでブレーキフルードは車検ごとに交換か、距離でかなり走るようでしたら交換していただくか、ハードな走行していただいたら交換するのをおすすめします。で続いてですね、ミッションオイル、そちらにものありますけど、グレッティの85140、これは私はトルセンデフだろうが、機械式 LSD だろうが、どんな車両にもあれ入れちゃいます。ミラジーノにすらあれを入れてるぐらい、安くて、それなりに持って、チャータリングも機械式に入れてもあまり、オイルによって、機械式 LSD の話をするとまた長くなっちゃうんであれなんですけど、交差点とか、イオンの駐車場でチャ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 とかババババババとか言われるとちょっと目立って恥ずかしいんですよね。女子高生とかに見られるとちょっと MRS の色も派手なんでちょっと恥ずかしいんで、あんまりそういう壊れたような音がしないようなものを使ってて、コイン洗車場とか行った時はもちろん出る時にはチャータリングが出るように、でアクセルをちょっとこうふーって生きらないようチャ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 って言いながら出てくのがわりかし僕の中で大好きです。走り屋がいるときはそうやって出た方がなんかぽい感じがするんで私は好きです。で無駄な話してるとか動画が長くなっちゃうんで、今何分 ?4 分、ちょっともうちょっと話そうですね。ミッションオイルは定期的に交換ですね。MRS2.0 から 2.1 リッターぐらいオイル入ります。なので20リッターで買うと大体10回から9回ぐらい、こぼすんで9回ぐらいだと思ってください。そんな感じなんで、維持費的にオイルの管理もそんなにお金がかからないです。奥に一応、HKS のエンジンオイルも置いてありますけど、私これおすすめです。通算も5年ぐらいで100リットル以上使ってるんですけど、コスパがとにかくいい。他のよくわかんないメーカーのなんかこれいいんじゃねって思うものをちょっとお金出して買うんだったら、HKS さんのやつ、この粘土のやつを使った方がいいですね。これ以上はあの 7.5 の55っていうのがあるんですけど、それちょっと冬クランキングしにくいんですよね。やっぱオイルが硬すぎるんでしょうね。ちょっとエンジンのかかりが悪くなります。これでもちょっとな、45でもかかりが悪いんで、ちょっと暖気するときに一回チュンチュンってアクセル煽ってあげないとエンジン止まっちゃったりするんで、
まあ、これぐらいがギリギリかなと。でオイルエレメントは手前にあるやつですね、ピアノ Z1 これは毎回、2回に1回交換で毎回同じものを使ってます。そのままポンポンで、話を進めていくと左側にあるのが、プラグですね。点火大事なんで、火が飛ばなきゃあのガソリンに火がつかないんで爆発しないんで進まないんでプラグも交換も定期的にした方がいいと思います。皆さんは、イリジウムプラグの3万キロぐらい持つやつを入れた方がいいと思います。レーシングプラグを入れてもいいんですけどちょっとコストパフォーマンスがかなり悪いのと距離があんまり持たないんで普通のプラグでいいと思います。ずっと昔私普通のプラグであのドリフトしてたりとかしてたんであの知識あんまりない頃今考えてもまあ別にそれで走れてたから知らない方が身のためだったのかなってお財布的に思うこともありますんでまあ皆さんは動画を見たらレーシングプラグを入れたいとかそういう感じになったらまあ入れればいいと思うんですけどお金ないから入れないっていうんだったらそれの方がいいと思います。間違いなくそれの方がいいと思います。あのロマンっていうのは大事です。でも、実際問題HKS って言えるあのプラグ最近なんかエンジンかかり悪いんだよねってプラグ交換したってプラグわかんないみたいな話になった時に俺 HKS のプラグ入れてるって言えるだけです。それぐらいしかメリットないんでイリジウムプラグを私はおすすめします。これはいろいろあのお金を使ってきたからこそ言えるものです。その他もろもろあるんですけども、ここまでの話はこれで終わりです。あんまり長くすると皆さん見ててかったるいと思うんでこの辺で終わりにします。では次の動画でお会いしましょう。よろしくお願いします。